これより、オープンデータ研修初級編を始めます。本研修の位置づけについてご説明をします。本研修は、オープンデータの取り組みはしているものの、データセット数が増えない、更新がない等の継続に課題を抱える地方公共団体に向けて作成した、オープンデータ研修テキスト初級編を利用し、オープンデータの背景や概念、取り組む上での課題や、 好事例等を理解の上、全長的に取り組みを継続していくための基本的な知識を得ていただくことを目的としております。なお、研修テキストは4編ございます。初級編のほかにも、より取り組みを簡略し説明したお手軽導入編や、データに関して理解をより深めることができる中級編、オープンデータの利活用を進めるためのカタログ集などがございます。ぜひご活用ください。 まずはじめに地方公共団体がオープンデータに取り組む背景や意義をご説明します。地方公共団体におけるオープンデータへの取り組みについては、官民データ活用推進基本法第11条において取り組みが義務付けられています。このような義務付けの背景には、オープンカバメントを推進するという世界的な流れがあります。オープンカバメントとは、 透明性、国民参加、協業、この三つの原則に基づき、開かれた政府を築く取り組みです。オープンガバメントでは、政府の持つデータを積極的に開示することが基礎となるため、この取り組みと合わせて、オープンデータも推進されてきた背景があります。オープンであるというのは、税金で生み出された行政のデータは公共財である、 という認識に基づき、行政の保有するデータのうち、個人情報、安全保障、権利侵害等に関するもの以外、すべて公開することを原則とするという考えに基づいています。これをオープンバイデフォルトと言います。日本でもオープンデータ基本指針において、次の通り原則がうたわれています。公共データは、 国民共有の財産であるとの認識に立ち、政策の企画立案に根拠となったデータを含め、省庁が保有するデータは、すべてをオープンデータとして公開することを原則とする。さらに、この指針では、オープンデータに取り組む意義を次の通り整理しています。一つ目、国民参加。官民共同の推進を通じた諸課題の解決。 経済の活性化。二つ目、行政の高度化、効率化。三つ目、透明性、信頼性の向上です。一つ目、国民参加、官民共同の推進を通じた諸課題の解決、経済の活性化について。市民や民間団体など、多くの主体によってオープンデータが活用されることで、創意工夫を生かした多様なサービスの提供や、 官民の共同による公共サービスの提供や改善が促進されることで、地方公共団体や地域が直面する課題解決につなげることを期待されています。例えば、データを活用したシビックテック活動や、ベンチャー企業による新サービスやビジネスの創出で、経済活性化も期待されています。二つ目、行政の高度化、効率化についてです。 オープンデータの取り組みに合わせ、紙ベースでの仕事から電子化を進め、業務の流れを見直すことで、業務の高度化・効率化につなげることができます。合わせてデータを活用することで、客観的な情報に基づいた政策の企画立案が可能となり、効果的かつ効率的な行政運営の推進につながります。これらは自治体 DX 推進計画において、 地方公共団体に求められているデジタル技術やデータを活用した住民の利便性向上、業務効率化による行政サービスのさらなる向上につなげることも密接に関連していることです。3つ目、透明性・信頼性の向上です。政策立案等に用いられた公共データが公開されることで、市民が誰でも政策に関して十分な分析・ 判断を行うことが可能となり、行政の透明性が高まるため、行政に対する市民の信頼性が向上します。このように、オープンデータは、行政にとっても、市民にとっても、団体にとっても、好循環が生まれる三方よしの仕組みとも言えます。続いて、オープンデータのライセンスについてご説明します。オープンデータは、 オープンデータ基本指針において、国や地方公共団体および事業者が保有する官民データのうち、誰もがインターネット等を通じて容易に利用できるよう、営利目的、非営利目的を問わず、二次利用可能なルールが適用されたもの、機械判読に適したもの、無償で利用できるもの、以上、すべてに該当する形で公開されたデータをオープンデータとして定義されています。 基本的に日本では作成した著作物は著作権で保護されます。このため著作物を他の人が二次利用するためには、著作者がこういう条件で利用しても良いというルールの位置表示が必要となります。独自にこのルールを作成することも可能ですが、日本政府が作成したライセンスや、国際的にも多く利用されているクリエイティブコモンズライセンスなど、データをオープンデータにすることに特化したライセンスがあります。 これを利用することで公開データに自由に二次利用可能なルールを適用させることができます。適用させるライセンスにより許諾の範囲や利用ルールは異なりますが、基本的に政府標準利用規約やクリエイティブコモンズライセンスを適用させることで自身の持つ著作権を保持したままデータを流通させることができます。これによってデータの利用者は ライセンスによって定められたルール、例えば原作者のクレジット、氏名や作品タイトルを表示するなどを守れば、自由に二次利用ができ、著作物の主張された権利も保護されることになります。政府標準利用規約は、2014年に作成された、日本政府の府省のホームページのコンテンツライセンスのひな形で、次に説明するクリエイティブコモンズライセンスの CC by 4.0と互換性を持ちます。Creative Commons スは国際的にメジャーなライセンスの一つです。2002年にアメリカの非営利団体 Creative Commons によって作成されました。Creative Commons スは複数種類がありますが、オープンデータに関しては次の3つのライセンスのうちいずれかを選択します。一つ目は CC0。 著作権を放棄し、作品を完全にパブリックドメインに置くことができます。続いて CC BY。原作者のクレジットを表示すれば、改変はもちろん、営利目的での二次利用も許可されます。最後に CC BY SA。原作者のクレジットを表示。さらに改変した場合には、元の作品と同じ CC ライセンスで公開することで、営利での二次利用も可能となります。 さらに詳しいライセンスの条件については、Creative Commons Japan 等のウェブサイトをご覧ください。なお、これまではオープンデータを公開する側に立ち説明をしてきましたが、自分たちで利用する場合において、クレジットを表記する方法をテキストに例として掲載しています。ぜひご参照ください。では次に地方公共団体の取り組み状況と継続の課題についてご説明します。 デジタル庁では、オープンデータ取り組み済み自治体一覧を定期的に公開しています。こちらの情報から、地方公共団体のオープンデータ取り組み済み団体は、令和4年6月28日段階で約71%となっています。都道府県別の取り組み率は次の通りです。人口規模別の取り組み率、人口カバー率ですが、 人口カバー率としては9割を超えているものの、小規模都市では約1割の団体が、人口5万人未満の市を含む町村では4割程度の団体がオープンデータに取り組んでいません。日本全国すべての市町村で、オープンガバメント、オープンバイデフォルトを目指すためにも、しっかりと取り組みを進めていかなければなりません。なお、オープンデータは一度公開した後、 データセット数が増えない、データが更新されないといった課題点を多く聞きます。やはり、オープンデータに取り組む意義をしっかりと町内で機運調整することも重要ですし、取り組みや活用事例を知ること、支援制度を知ることも重要なポイントとなってきます。では、オープンデータの取り組みや活用事例をご紹介します。まずはじめに、 先進地方公共団体の取り組み事例をご紹介します。石川県金沢市では、金沢市の風景、施設等の画像データがオープンデータとして公開されています。観光セクションが保有する写真、小地図や、小写真等の歴史的資料もオープンデータ化が進んでいます。佐賀県立図書館では、所蔵する資料等により作成した2万8000点の 小地図、小写真等をパブリックドメインで公開しています。静岡県静岡市では、県道、市道の幹線道路を対象に、災害や道路工事による通行止め等の規制情報をリアルタイムでオープン化されています。次に、官民共同による取り組み事例をご紹介します。現在、日本各地で取り組まれている街を調べ、街をアーカイブする取り組みとして、 Town があります日本ではウィキペディアを編集するイベントをウィキペディアタウンと呼ぶことが定着しつつありウィキペディアに掲載することで地域の情報がオープンデータとなり容易にアクセスできるようになります情報を調べるため図書館等で開催されることも多く官民共同の取り組みとして挙げられることも多い取り組みとなっております続いてバス交通の利便性向上のため バス時刻、路線情報等の標準的なバス情報フォーマットを策定する取り組みが国土交通省により2016年から進められています。2022年7月時点で532のバス事業者、地方公共団体が標準的なバス情報フォーマットをオープンデータとして公開しています。続いて市民による活用事例です。2021年、熱海市土砂災害時、 発災24時間以内に研究者や技術者による有志のチームが静岡県が公開するビジュアル静岡構想の3次元天群オープンデータを解析し盛り土を特定し復旧に役立てましたデータは日頃の備えがあると災害発生時にも活かすことができますゴミなしは地方公共団体のゴミ収集のオープンデータを活用し自分の住む地域の ゴミ分別情報と収集日がすぐ分かるアプリを市民団体が作成した事例です。もともとはシビックテックコミュニティである一般社団法人 Code for 金沢が開発したアプリケーションが北海道から沖縄まで各地のコミュニティ等により横展開された事例です。企業によるオープンデータの活用事例もあります。オンライン家計簿サービスを提供する株式会社財務では、 私の給付金として、もらえる可能性がある給付金や手当・控除居住地域や家計の状況等のユーザー情報に合わせて自動抽出する機能を提供しており、地方公共団体の給付金情報のオープンデータが活用されています。アクトインディ株式会社が企画・運営している子育て世帯向けのお出かけ情報発信サイト、イコうでは、 地方公共団体の子供向け施設やイベント等のオープンデータが活用されています。株式会社つむらでは成長戦略作成・分析のために国民の医療の動向や健康状況が分析できる厚生労働省のオープンデータを活用しています。建築会社が住宅の装飾にあたり、飲み市立九谷焼資料館の九谷焼画像のオープンデータを活用し、 内装のデザインや室内に利用しています。デジタル庁ではこのような事例をオープンデータ100として取り組みの参考になるよう公開しておりますので、本書の事例と合わせて適宜に参照してください。最後に支援制度についてです。デジタル庁ではオープンデータに造形の深い有識者をオープンデータ伝道士として地方公共団体が主催するセミナー、研修会等へ派遣しています。 派遣を希望する地方公共団体はデジタル庁サイトに掲載の指定のフォームによりお申し込みください。また、総務省ではデジタル技術やデータ活用を通じた地域課題解決に精通した専門家に地域情報科アドバイザーを委託し地方公共団体等からの求めに応じて派遣、助言等を行う事業を実施しています。地域情報科アドバイザーには オープンデータに関連する助言を行う専門家も在籍しておりますので、総務省サイトをご参照の上、制度活用をしてください。本研修のまとめです。本研修では、オープンガバメントやオープンバイデフォルトの観点を踏まえ、なぜ自治体がオープンデータに取り組んでいかなければならないのかを学びました。データをオープンに公開し、様々な主体で利活用していくことが、 地域課題の解決や行政の透明性にもつながります。取り組み継続のヒントとなる先行地方公共団体の事例や活用事例のノウハウも様々あります。オープンデータ100なども活用し、ぜひ参考にしてください。オープンデータ伝道士の派遣等、政府の支援制度も充実しています。不明な点などがあれば、ぜひ支援制度の活用を検討してください。 取り組みやすい環境は整っておりますので、ぜひ継続して推進していきましょう。なお、中級編では、よりデータの活用に着目しながら、これからの日本が目指す未来社会、オープンデータに取り組む意義、より利活用されるデータの公開のためにについてご説明します。ぜひご覧ください。